こんにちは、メガネ女子部です。はい、藤太郎です。よろしくお願いします。はい、みん太郎です。よろしくお願いします。はい、今回は、マツダアイウェアについてご紹介していきたいと思います。それでは早速ですがスタート。はい、それではマツダアイウェアについてご紹介していきたいと思います。マツダアイウェアは1989年に松田光弘氏が生んだラグジュアリーアイウェアブランドです。松田光弘氏は DC ブランドニコルの創設者で、パリコレクションでの活躍や東京ファッションウィークの創設者としても知られております。生産に関しては日本の福井県鯖江で行われておりまして、その完成度の高さから数々の映画に使用されております。海外セレブや有名人にも人気のブランドとなっております。はい、ではそれでは、はい、モデルを紹介していきたいと思います。はい、では1本目お願いします。はい、では私の方からご紹介させていただきます。じゃあ1本目はちょっとこちらのサングラスから、ご紹介をさせていただきます。こちらです。でこちらのモデル名は、10601H というモデルでございます。でカラーはマットブラックになります。ちょっとこんな感じです。でレンズサイズは、45サイズ、ブリッジが27サイズと若干ちょっと広めな感じのサイズになります。でフレームのお色はマットブラックのお色で、レンズはちょっとオレンジのカラーが入ってます。でこうパッと見て分かると思うんですけど、特徴的なのがこの内側のちょっとこう二重構造のメタルがもう特徴的なデザインとなっております。で割とこのモデルがこうマツダをこう代表するこう人気のモデルとなっておりまして、まあ、ちょっとこうマットブラックのサラッとしたお色にちょっとこうオレンジのカラーでこうパキッと感も出てすごくかっこいいモデルかなと思います。はい、でこのサングラスの、モデルもあるんですけれども、オプティカルのメガネの方もお作りがございまして、サイズは、2サイズ展開がございます。こちらのオプティカルの方は、モデル名が、10103H というモデルで、こちらのカラーは、BG MBK のカラーでございます。ちょっとゴールドとブラックのお色になっております。でさっきのちょっと内側のこのまた二重構造の、メタルの作りになっております。こちらの中メタルの二重構造は、はい、昔のメガネ花メガネであった、うん、ピンスネとかパンスネとか呼ばれてた、モデルをこうイメージして、はい、はい、デザインされております。はい、でここの、リムの外側だったりとか、あとこのテンプルの外側にもマツダの、M10N って書いてあるんですけれども、マツダとブランド名のニコルの、イニシャルも入っております。でこちらの、サイズが、ちょっとちっちゃめのレンズサイズ41サイズとブリッジが27のサイズのものと、ありがとうございます。はい、あとこちらの方が同じモデルで、ちょっとお色はアンティークゴールドのお色になるんですけれども、レンズサイズがちょっと大きめの44サイズ、ブリッジは変わらず27のサイズで、この2サイズが、展開がございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でちょっと個性的かなってこう思った方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、こういったものの他にこういった割とシンプルなデザインのちょっとボストン型のメガネもございまして、こちらのモデル名が、M2058 でございます。ちょっとこちらは今回は黒をちょっとチョイスしてみました。でこういったこうボストン型にはなるんですけれども、ちょっとこういった部分にマツダらしいちょっとデザインも繊細デザインも入ってますので、こういったデザインとかもありますので、こう一度試していただけたらいいかなと思います。こちらちょっとかけてみようと思います。はい、かけるとこんな感じです。まあ、こうブラック の, ボストン型になりますので、自然にやっぱりお顔には
馴染みやすいかなと思います。でちょっとカラーレンズとか入れてもらってこうバキッとさせてもすごいかっこいいモデルかなとも思います。日常から使いやすいような、うん、シンプルなモデルになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続きましょう、はい、私が紹介いたします。こちらでございます、はいはい、こちらはモデル名が 2809H のものでございまして、もうあのモデルだなってなった方も多いかなと思うんですけども、もうターミネーターの、サラ・コナーさんが映画の中でつけられてたモデルになります。ちょっともうかけてみます、はい、よいしょ。こんな感じで、おかっこいいですね。かなり個性的な感じで、はい、うん、すごいかっこいいモデルなんですけども、うん、やっぱもうかなり人気のモデルでして、うん、もうなかなかタイミングによっては手に入らなかったりするかなと思います、うん、幻のモデルですね。そうですね、もう本当に、まあ、かけてもよし、もう美術品としてなんか飾っていただいてもいいような、すごいかっこいいモデルとなっております。この横のフードのオレンジもすごいかっこいいですし、なんか松田といえばの一つ思い浮かぶモデルとしてこの風貌だったりとかもあると思うので、とても松田らしいかっこいいモデルだと思います。こちらです、はい、でこちらはそうですね、ケースもすごいかっこいいケースがついてきます。立派なケースが、はい、ついてきます。ついてきます、はい、ありがとうございます。はい、3本目ですかね、はい、じゃあちょっと3本目もご紹介をさせていただきます。はい、3本目もちょっとまたサングラスになりますが、ちょっとこちらの方をご紹介させていただきます。こちらはモデル名が、2903H の、RTM というカラーでございます。ちょっとガンメタっぽいギラギラっとしたお色になります。でレンズはちょっとあのピンク系のちょっとグラデーションの、うん、あのお色が入ってます。かわいいですね。はい、うん、すごいかわいいです。であとあのパッと見て特徴的なのがこの、 あのリム周りのちょっと斜めにしたら若干わかるんですけど、この風洞がちょっとついてて、そこにもちょっと彫り込みの、 あのデザインが入ってる、ちょっと松田らしいデザインになってます。じゃあこちらちょっとかけていこうと思います。はい、かけるとこんな感じです、うん、かわいい、はい、ちょっとグラデーションのお色で雰囲気もこうグッと変わるかなと思います。でちょっとこうあのラウンド型の、 あのツーブリッジタイプで、こうツーブリッジ挑戦しようかなっていう方もあの割とこう、うん、挑戦しやすいのかなとは思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続きましてこちらでございます、はい、とこちらはマツダアイベアの中でプレシャスラインと呼ばれているあのラインのモデルになるんですけども、ちょっとこう特別な高級感ある、うん、とラインナップになっております。でこちらに関してはあのホーンが使われておりまして、もうすごいかっこいい一本になっております、うん、で正面こんな感じでちょっとこうダークめなお色になっておりまして、うん、こう裏面はこう白っぽいお色になっております。本になるので一個一個ちょっとこう柄の出方とか風合いとかが変わってくるので、そちらもこう楽しんでいただけるような一本となっております。とっても重厚感あふれる、はい、かっこいいモデル、貴重な、はい、モデルとなっております。じゃあちょっとこの流れでもう一本、はい、すみません、はい、こちらももうすごいとしか言えないような、ちょっとこう語彙力喪失してしまうような、ちょっと二度見してしまうような、はいはい、モデルなんですけども、あのレンズの部分がメッシュに、はい、伝わりますかね、メッシュになっております。でこちらは、2021年ですかね、今2022年のすいませんあの東京展示会のみでしかこう受注を受けていなくて、まあ、世界限定12本のモデルでございまして、もうめちゃくちゃ貴重なものになっております。すごい初めて見ました、このようなメガネは。すごいですね、はい、もうインパクトは大ですね。そうですね、はい、ちょっと出会ったらぜひちょっとかけてみていただけたらなと思います、うん、はい、はい、すいません。あ、でこちらがすいません品番が 1061H の品番のモデルになります、はい、すいません、はい、
はい、じゃあ、はい、じゃあちょっとコラボモデルもちょっと2本ご紹介をさせていただきます。こちらは、マツダと、ニードルズというブランドのコラボの、サングラスになります。ちょっとブロータイプで、こちらはサングラスなんですけれど、ちょっと跳ね上げにもなります。こんな感じです。色違いです。はい、こんな感じで跳ね上がります。はい、でちょっとテンプルの方はちょっとこう半世紀前とか割とこういうテンプルでアルミとかも使われることがあって、まあ、そういったこう背景もちょっと感じさせてくれるようなデザインとなっております。でこの端の方にニードルズの蝶々のマークもついてます。はい、ファッションにスッとこう馴染みそうな、うん、ちょっとこう癖もあるけど描きやすいような、はいはい、かっこいい本となっております。はい、でちょっともう一本またコラボモデルがございます。こちらの方は、マツダと、アメリカのニューヨークの、メガネブランドの、モーゲンタールのコラボでございます。で、モデル名が、ザ・ライフサーバーというモデルでございまして、このモデルが特徴的なのがこのブリッジの山の、はい、部分でございます。このブランドのちょっと代表する形となっております。で色味なんですけど、マツダらしくちょっと分かりにくいですが3層の色になってまして、このフロント部分が、ブラウンのお色で、中の生地がちょっとベージュっぽい肌色っぽいお色で、最後がちょっとクリアの生地でちょっと3層になってる、ちょっとラインが結構パキッとしそうなちょっとおしゃれな色味になっております。すごい可愛いですね。可愛いです。なんかテンプルもなんかここの先っちょが流線形ですごいかっこいい、はい、ですね。コロンとした感じの、はい、すごい可愛いモデルとなっております。はい、一応レンズサイズはちょっとちっちゃめで39のサイズで、ブリッジが28になっております。だいぶ小ぶりなレンズシェイプですね。はい、ね、はい、ありがとうございます。はい、では以上で今回ご紹介するモデルの紹介は終わります。ありがとうございました。はい、では今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画がいいねと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。